今日はなんか暇だね。みんなでどっかに行こうか。今日リカちゃんデートらしいよ。デート？誰とどこ行くの？いらないわよ。パパ、ママ、このお洋服どうかしら？いいわね、素敵よ。ちょっと派手じゃないか。じゃあこれにしちゃおう。ハルト君早く来ないかしら。はーい、ハルト君かな。リカちゃん迎えに来たよ。ハルト君いらっしゃい。あなたがハルト君ね。今日はよろしくね。はい、わかりました。行ってきます。行ってらっしゃい。ママ、パパもちょっとコンビニに行ってくるよ。いらっしゃいませ。リカちゃんショッピングモールへようこそ。リカちゃん何か欲しいものある？そうね、いろいろ見てみましょう。オッケー。これなんてどう？これもいい。よく似合ってるよ。楽しそうだな。はるとくん、おもちゃがあるよ。ほんとだ。ビッグアクションツリーがある。次は下に降りてみようか。そうね。はるとくんの好きな食べ物はなーに？僕焼き鳥が好きなんだ。焼き鳥あるわよ。買おうかな。リカちゃんは何が好きなの？私はカップケーキ。じゃあ一緒に買おうか。カップケーキ。リカちゃん、パパのビールは買わないのかな。今度はペットショップを見てみましょう。わあ、みんな可愛いわね。うちにも猫がいるんだけど、ハルト君は犬と猫どっちが好き？そうだな、ハムスターかな。見て見て、こっちにハムスターがいるよ。ほんとだ、可愛いな。抱っこしてみたら？可愛いな。こっちに尻尾が長い犬がいるよ。ほんとだね、かわいいな。二人で何喋ってるんだろう。聞こえないな。なんか疲れちゃったね。そうだね。じゃあ私のお家で宿題でもしない？いいね。ママただいま。あら、早かったのね。疲れちゃったから私のお部屋で宿題するね。そうなの、わかったわ。あれ、パパは？コンビニに行くって言って帰ってこないのよ。どこ行っちゃったのかしら。そうなんだ。ママはそれリカちゃんの部屋に持ってくの？あら、パパ帰ってきたの？どこまで行ってたのよ。遅かったわね。うん、ちょっと立ち読みしちゃったよ。ママ、それパパが持ってくよ。あら、そう？悪いわね。トントン、ガチャリ。リカちゃん、おやつ持ってきたよ。ありがとう。そこに置いてって。ここはこうなるのね。うん、そうそう。じゃあ、置いときます。じゃあ、何かあったら呼んでね。もう大丈夫だから。うん、気になるな。にゃんにゃん。よし、じゃあミーシャ、二人の邪魔をしてきてくれ。ゴー。にゃん。わあ、かわいいな。勉強が終わったら一緒に遊ぼうね。
うことでいいのかしら。うん、そうだね。うー、見つめ合ってる。もう我慢できない。パパも混ぜてくれ。うわー、びっくりした。パパも邪魔しないでよ。せっかく宿題が進んだのに。あ、ごめんごめん。あっちで一緒にお茶でもしないか。もうパパったらしょうがないわね。